今日のイカれた偉人は歌人石川啄木。石川はですね、自身の短歌の中で働けど働けどとか言ってるくせにですね、実は全然働いていなくて、金田一京介という方からですねお金を借りており、さらには金田一のポケットからですねよくお金を盗んでいたそうです。さらにですね生活に困ってですね森鴎外先生に頼み込んで自身の原稿を買ってもらって、そのお金で何をしたかというとですね、なんと遊郭に行っていました。そして遊郭で仲良くなった芸者さんからもお金を借りていました。でそうして積もりに積もった借金の総額はなんと1500万円。しかもこの借金を返すことなく、ぼくは亡くなりました。ここで思ったのが、もしかすると粗品は石川啄木の生まれ変わりなのかもしれませんね。ではまた明後日。